あの子負けてそうな雰囲気してる。結構来てますね。カメラも回していってたよ。あ、いいの？そういうのに抵抗ないんだ。レッサーです。お久しぶりです。怖い怖い怖い。今日の企画は協定企画です。で、僕らのチャンネルは協定行く動画ではありません。協定やろうぜ。ちなみに協定を説明してよ。何なん協定って。協定っていうのは言ったら公営ギャンブルなんですよ。国が認めてるギャンブルで、競馬は馬、パチンコは台、協定はボート。それで自分の中で1着2着になるものを当てたら儲かるっていうギャンブルやね。競馬とかパチンコよりも圧倒的に違うものがあるよ。ギャンブルの中毒性一番高い。ボートって台数が少ないから2つ予想するんかな。割と勝ちやすいらしい、他のギャンブルより。へえ。だからちょっと小金は手に入るから味を占める人が多くて、で気づいたらドカンといってドカンと負けてみたいな。中毒性が高いギャンブルのね。めちゃくちゃ人間としてアホな人種ってことやな。うん、めちゃくちゃ言うね、いきなり。そういうことじゃない。まあ合ってるけど。ちょっとオブラートに言っとって。頭があんま足りてない。ちょっと俺頭いいぜっていうようなバカが、他のやつより協定の方が勝ちやすいからって言って破産するやつが多いんよ。頭悪いから。僕らの企画何をやってきましたか。ギャンブルで女の子探す。金払ってどこまでできんのかみたいなことやってるじゃん。はい、雑な説明ありがとう。違うくはないけど、ちゃんと綺麗に説明すると、ギャンブルやってる人ってさっき言ったようにお金ない人多いんですよ。負けるよりできてるから、あんな胴元が儲かるから。そういう女の子だったら負けた分を補填すれば、その女の子自身で払ってくれるんじゃないかっていう仮説があって、僕ら実際今までそういうのにどん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 成功してきてるんですよ。今回協定だったらどうなのかいっていう話を検証する企画です。俺らが一番頭悪いけどな。間違いね。ということで今回こちら来てます。これ競馬場どこですか。競馬場じゃないって、協定場。どこですか。玉川っすね。府中。東京で一番有名なとこで、昼間なんですけど、平日の夕方までじゃ全部のレースが終わっちゃうから、多分行くならこのぐらいの時間から行かんと意味がないかなって思ってるわ。女の子もね、やっぱいるん、売店の人。女の子売店の人指さしてどうする。探そうか。あの子負けてそうな雰囲気してる。何歩やただの。そんなこと言うな。今競馬買ってます。ごめんなさい、いきなり。結構来てますね。負けてそうな顔して。勝ちました。一人で協定来てんの。彼氏いないでしょ。じゃあギャンブルぐらいでしょ。金あげましょうか。タイプなんで、フードコートで飯とか全然そんな感じない。じゃあ一緒にキッコに行きましょう。今どれぐらい彼氏ない。なんでそんな可愛かったら絶対できる。あれか、夜のパートナーだけでいいみたいな、そういう、そうなっちゃってる。俺これから本当の愛を教えてあげるわ。愛しか教えれん男やから。カウンターしてる。お疲れ様です。あ、お疲れっす。この人がそう。めっちゃ食ってるやん。カメラも回していってたよ。あ、いいの？そういうのに抵抗ないんだ。大丈夫なの？めっちゃスムーズにいって、俺が一番びっくりした。どんな話したの最初。何もしてないけど、ラーメン食いに行こうや、フードコートってこれなんて。雑すぎるな。それでも OK な子やから。人やな。分かった。ちょっとカメラ回すね。はい、回ってます。お腹すいた。ここまでのやり取り見てたけどさ、なんでこんなことなってる。だからノリがめっちゃいい。コースめっちゃ負けてる。まず、あ、それはわかるよ。まあこんなやつについてこやん。当然ないと決まらった。どういう人の話聞いた。いろいろ何も聞いてない。いや聞けよ。名前とか聞いた。名前も聞いてない。だからずっと上辺の会話してる。ロシアとかこの間行ったり言ってた。いかんやろロシアには。国交問題になるし。北海道とかめっちゃロシアの後北海道弱いわ。別になんかすげえとだな。そういうタイプの。どこでも行っちゃうみたいな。あ、だから自由なの。波長が合うんじゃない。そういう意味で言うと波長は合ってないって言われた。かわいそう。じゃあどういう仕事してるんですか。 OL してます。 OL なんだ。営業系。営業じゃない。何系だ。派遣さんとかやってる。誰でもできる業務やな。派遣の人がしたっていう言い方やめてやん。正社員です。ごめん。正社員やと思ってた人。能力まず高いからな。だって数分で俺分かってる。何も分からんやろ。え、いくつなんですか。25です。若っ。年下やな。俺もっと上やと思ってた。失礼やね。冗談冗談。若い人じゃない言うんから。飯食ってるから今怒ってるだけやで。食い終わったら多分怒る。変なこと言ってる。変なこと言ってる。そんな結構やるんやね。どうて買ってるの。トータル収支買ってはないけど。買ってないんだ。借金ないよね。ないです。じゃあいっぱい減らない。なんとかなってるやん。貯金は。貯金はないです。全部使っちゃう。家庭代額と支出が一緒ってやつね。じゃあ全く一緒やね。お前マイナスやろ。俺の金やしな。あと3ヶ月ぐらい経ったら12月になって冬も出るやろ。冬のボーナス。いや、ボーナスないで働いてんの。なんかやめちゃえよ。サラリーマンでボーナスないとか終わってない。え、お前の会社でもあった。なんか終わってるやん。だからやめてんの。こんな感じでちょっといろいろ聞いて仲良くはなったんすけど、なんか言いたいことありそうやな。そろそろもう時間もそうやし、今日なんか予定あるんや。できたお金なくなっちゃった。全部使った、うん、あ、じゃあもうそのまま俺ら今日一緒におるわ。ドラマでとりあえずホテル流れ早くない。ホテルで酒飲みながらめっちゃ美味しい飯どれか決めようや。おごってくれよな。何もせえ。マジで何もせえ。じゃあご飯出せえ。待って、ちゃうくらい。めっちゃ要求されてるな。府中にあるか。ないの。じゃあ高級寿司でもいい。あ、全然。世の中の人のお金出してよとかって多分うわってなるやん。ほとんどの人もう俺ないからそんなの。人の金やし。あ、俺が出すのね。全部それで。でもおごってもらってるやつが言うな。そんな感じで行く。この辺こういう場所なくないですか。いや、あるやろ。府中はあんまないかも。だるいな。電車ってある。え、帰ろうかな。意味わからん。じゃあタクシーで高見さん調べて。
言うな。ただ俺タクシー呼ぶからみんな乗っていこう、暑いし。お疲れ。もうきつすぎるって。なんやねんこれ、すごかったなあいつ。なんやねんあいつ。今回結論からまず言いますと、最終的に X の方を覗いてくださいっていう結論になります。いつものやつやね、はい、振り返りをさせていただくと、ギャンブル中毒の女の子に声をかけたら協定でねついてきて一緒に楽しいことできるんじゃないかと。でただただナンパして一緒に飯食ってノリのいい女の子やったから行けてみたいな、うん、何これ、なんていうんだろうね。言っちゃ悪いけど協定やからできたとかではないないよね。けどこれってナンパの本質が届いたと思う。俺でもお前行けんのかいってなったくない、うん、そう思う人思うよね。よく視聴者の人ってさ、お前の顔でナンパすんなっていう声で何回も聞くんだ。お前がどんな顔してるか知らんけど、1万人お前の顔で声かけてみんや、1人ぐらい当たるから。結局そういうことだよ。そうそう。でそれがあとは1万人に1人なのか1万人に5人なのかって確率を上げていくところやから、うん、それが協定上はやっぱお金ない人とか、うん、まあ、ゲーム終わって暇にしてる人とかおるからやりやすいよねっていうだけの話だと思う。そうそうそう。だってお金でついてきても別にいいからな。で大事なところはどんなレベルの女の子やったかという話はね、顔が別にめっちゃ可愛くはない正直言うけど、うん、だけど俺はしこいと思った。その心はなんでかっていうと本当に普通なんよ。だから結構俺多分電車とか乗っとって正面の座席とかにおってさ、この子ってどういうしこいことするんやろうなとか、はいはいはい、たまに妄想することあるやん。普通っぽい子が、そういう子がこんなことすんのみたいな、そういうやつ。こんなもう相模さんみたいな下手くそな説明じゃなくて一発で分かる説明するわ。何、サラリーマンの時の俺が好きそうな女の子かな。あ、そういうことそういうこと。つまりモテない男子が好きなの。違う違う違う、 YouTuber の俺をやったら好きになるようなことはないよ。派手みたいな子が好きなんやから。サラリーマンの時の俺はもう地味な眼鏡かけたカタカタみたいな。だからもともと俺ああいう系のちょっとレベルの低い系の女の子マジで余裕やった。 X 見てほしい。こいつめっちゃ悲惨なことなってるから先に言っとくよ。超ダセ。同じとことして見て。何ダセ。うわこの映像残ると恥ずかしいって思う。でも反面好きな人はすげえしこいと思う。逆に言うけどこれ俺全て失ってもいいからっていうぐらいちょっと映像を残したんで見てほしいです。これから大事なこと言います。メンバーシップですね。こんだけさっき女の子のルックスについて2人で語ってるやん。ローンより証拠だと思うわけ、うん、見た方が早い。今回見せれます。ちゃんとバッチしか映ってる。でそれがメンバーシップだったら見れるって話で、メンバーシップとは何。1000円のお金を払って僕たちにお金を恵むというサービス。このお金のおかげで僕たち活動できてます。ありがとうございます。借金が増えます。いやもうやっとよかった。そのメンバーシップのお金で今は回ってる部分もありますからっていうところ。あとは顔はどうこうってのもちろん大事なんだけど、それ以外のところで男の子が大事な質問、しこい質問やってる。だから見てください。ほんまメンバーシップ入ってもらわないと困るんです。どうしたどうした急に。あなた事態分かってます。こんな借金1000万人まで膨らんで。1000万人に借りたんお前。違う、1000万円になって赤字だらしや、はい、どうなんするんこんな。もうこの事業もう切ろうか。それは困るって。じゃあ僕生きていけんくなるやんほんまに。俺のチャンネルやから俺の判断で終わらせてくれ。チャンネル終わったとしても俺お金返さんへんからな。それは困るよ。だから立ち直してください。クソだ。ということで皆さん入ってください。あと X の方も応援してください、はい、X でぜひフォローしてください。 X のフォロワーめっちゃ増えてる。嬉しい。これからも X こういう YouTube 以外の面白い情報いっぱい発信するからフォローして待っててください。じゃあ次はもちろんギャンブルですから海外のギャンブル編でお会いしましょう。これ俺パスポート取ってないよ。あ大丈夫か。グラパスポートは普通に買えるから使えるそうか。